東京チャンネル。バッターボックス黒塚であります。打球が伸びる。ブコビッチバック、ブコビッチバック。フェンスいっぱい入った。ホームラン。篠塚にもホームランが出ました。ワンアウトランナー三塁で左の吉村、篠塚と続きます。9月2日午後12時10分、吉村は世田谷の自宅を出て愛車を東京ドームへ抜けた。新記録誕生を願う燃えるような熱気が自宅を取り巻いていた。昭和52年9月3日、王にとって最も長い一日が始まった。1枚ずつな、時間ないからね。ありがとう。まだじゃない、練習かな。おじいちゃんは家を出て90秒に向かう。赤コーナー174cm、70.0kg、 K1 ワールドマックス2003世界王者、マーサー